いやー、今年の高松の宮記念は本当に難しくなりました。本当はもう1週間前の僕はもうズバリ言いますけれど、レシステンシアを本命にしようと思っていたんですよ。なんでかっていうと、見抜いていたんですよ。阪急杯の1、2着馬が揃ってその年の高松の宮記念に出てきたら、少なくともどちらか一方は必ず馬券になっているということを。2000年ディバインライト、2001年ブラックホーク、2003年サニングテール、2004年これまたサニングテール、2005年キーンランドスワン、2009年ローレルゲレイロ、2013年ロードカナロワ、2014年コパノリチャード、2015年ミッキーアイルということで、もう9年連続で阪急杯の1、2着馬が揃ってその年の高松の宮記念に出てきたら、どっちかがもう馬券になってるということになっているんですよね。2017年がこの法則の例外の年に当たるんですが、まあ、これはどちらも2桁人気近くの馬たちだったので、まあ、度外してもいいと思うんですが、まあ、とにかく、それでも10分の9が当たりですよね。10分の9が当たりくじのくじ引きを見つけていたんですよ。で、今年はその阪急杯の、ミッキーブリランテとレシステンシアが仲良く出走してまいりますので、このくじ引き祭りが開催されると、密かに開催されると、そういうことになっていたんですよ。で、あとはもうこれを引くだけだったんですね。超イージーモードのくじ引きをです。で、あとはもうレシステンシアとミッキーブリランテの2択ですから、まあ、ここでしくじらなきゃいいわけですけれど、もう正直レシステンシアとミッキーブリランテの2択で言えば、まあ、レシステンシアの方を選んでいました。前頭診断の動画でも詳しく話しましたけれど、まあ、ミッキーブリランテは、すごく気持ちが前向きになったかもしれないんですけれど、この馬は3歳の新山記念を除いては全部後継ラップでのみ馬券になっているので、まあ、モズスーパーフレアが出ている重賞レースは全部前傾ラップになっているということから、まあ、展開が合わないだろうなというふうに思えたので、まあ、レシステンシアの方を選びたいなと思ったんですよね。もうレシステンシア一択、まあ、乗り換わりっていうのがちょっと怖かったんですけれど、でも浜中ジョッキーって実は乗り換わりの成績がものすごく良くって、しっかりいい馬に乗っていればがっつり結果を出すジョッキーなんですよね。G1 で3番人気以上の馬に乗り換わった成績っていうのが3201で、めちゃくちゃ信頼が置けるんですよね。で、しかもこの着外の1回っていうのも4着ですから、もうほぼ馬券になってると。で、確か浜中ジョッキーは2014年にドバイに遠征していて、それまで主戦を務めていたコパノリチャードに高松の宮記念で乗れなかった経験があるんですよね。で、結果コパノリチャードは1着と非常に悔しい思いをしていたと思うんですよね。で、今回レシステンシアが奇跡的に回ってきたわけですけれど、ここにはなんか変なストーリーもある気がしていて、何の因縁か主戦の北村ジョッキーはドバイに遠征し、それで空いてしまって、で、乗り換わりの武豊ジョッキーもなぜか不運な怪我に見舞われて、で、それで、この馬が回ってきたわけなんですよね。で、くしくも、あの時のコパノリチャードと同じ、ダイワメジャー3区です。これはもうちょっと運命を感じずにはいられません。まあ、勝つとまでは言わないけれど、馬券内に確実に来るのは、もうこの馬だと。レシステンシアの副賞に、もう全財産だと。僕はもう、信じて疑わなかったわけです。はい。ですが、昨日の動画を皆さんは見てくださいましたでしょうか。こちらの枠順確定後のシリーズの動画です。まあ、ちょっとそこで結構詳しく話しましたので、まあここではもう割愛しますけれど、レシステンシアがですね、このまま一番人気になってしまうと 100% 飛んでしまうと、馬券内は 100% ないっていう恐怖の枠順データに当てはまる枠順になってしまったんですよね。そうなんです。もうなんか滑稽ですよね。自分で見つけたデータに期待を膨らませて、自分で見つけたデータでその期待を割っちゃうっていうね。もう、笑えますよね、本当に。もう、何やってんだか。まあ、この枠順データすごくなかったですか？もう本当に渾身のデータで、これをもう、いろんなデータと照らし合わせて弾き出してるときは、もうこれはすげえデータになるぞと、宮記念も的中間違いなしだぞ、なんつって、もう希望に満ち溢れて研究してましたけれど、まさか自分の首を切ってるとはね。いや、もう本当にもう情けないですよ。まあこれでもうレシステンシアは買えなくなってしまいました。もうどっちのデータを信用していいか分かんないからです。はい。
ということなので、話を冒頭に戻しまして、何の話かっていうと、レシステンシアを、まあ、本命にして買えなくなってしまったということなんですよね。もう、非常に、非常に落ち込みました。が、やっぱり人間っていうのは、追い込まれるととんでもない勝ち筋を見出したりするもんですね。レシステンシアの枠順が決まってから、もう血眼になって、どうすれば勝てるんかっていうことを探しまくったんですよ。僕は。そしたらですね、金曜日の夜10時くらいかな。一本の光の勝ち筋を見つけてしまったんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。もう、必勝法ですね。必勝法。もう勝つ気しかしないんですけれど、すいません。これでもちょっと全力で勝負しようかなと、全力で楽しもうかなって思っています。もうレースが楽しみで楽しみで仕方がありません。ということで、皆さん知りたいですか？知りたいですよね。わかりました、教えて差し上げましょう。が、その前に一旦すいません、宣伝させてもらいます。僕のコラムの話ですね。まだ買っていない方はそろそろ買ってもらってもいいんじゃないですか。僕はですね、去年の5月にデムーロ除去を本命で買うならばこういう買い方がいいんではないかっていう、まあ一種のオカルトをコラムとして販売しております。デムーロ除去を買うならばこういう買い方をすると回収率が 100% を誰でも超えてくるっていう非常に怪しいことを書いています。はい。で、まあ、ただですね、本当に誰でもできる買い方になっていて、実際に去年もこのコラムが出た後に、東京大賞典で9番人気の穴馬をそれも2着でしっかり知っていれば絶対に拾えたってことがありました。はい。まあ、でもそうは言ってもね、まずデムールジョッキーが有力馬に乗っていなければ、そして実際に馬券になってくれなければ話にならないことなので、まあ、非常に使いどころが難しいんですけれど、まあ、今回ラウダシオン、デムーロジョッキーを本命に考えている方はぜひ買ってみてほしいなと思っています。まあ、デムーロジョッキーの性格が変わらない限り、そして新しい外国人ジョッキーが JRA にたくさん入ってこない限りは、まあ、ずっと続くことだと思っていますので、まあ、今回本命にしない方でも興味がある方はぜひ、まあ、チェックしてみてほしいなと思っています。概要欄とコメント欄に URL を貼っておきます。さあ、ではですね、お待ちかね、僕が昨日落ち込みながらに導いたこのレースの勝ち筋を紹介していきます。で、ただごめんなさい。もう分かってるとは思いますけれど、もうこれは完全に、もうバカな僕が勝手に思ってることなので、もう真似するかどうかはもう本当に自己責任でお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。で、まず前提として、モズスーパーフレアが出るときは、2着までに、少なくとも1頭は、ストームバードの血を引いた馬が来ているということがあるんですよね。ちょっとだけお付き合いください。前走シルクロードステークス、JBC スプリント、スプリンターズステークス、小倉2歳ステークス、新馬戦ということで、モズスーパーフレアが出るときは2着までに少なくとも1頭はモズスーパーフレアの血を引いた馬が来てるということが、なんとこれ彼女がデビューしたときからずっと続いていることなんですよね。ずっと。回数で言うと24回です。24回やって、24回ともストームバードを持った馬が必ず1頭は連帯してるんですよね。で、じゃあ、まあその該当馬を連軸にすればいいんではないかという話になってくると思うんですけれど、まあそれではどうしてもやっぱりガミっちゃうんですよね。今回のその該当馬っていうのが、ダノンスマッシュ、ライトンQ、モズスーパーフレア、マルターズディオサ、レッドアンシェル、エイティンガール、大名富士と、いうことで、7頭はいるわけですから、もうこれを全部1頭ずつ軸にしていったら、まあ、正直もうものすごい点数になっちゃうんですよね。なので、まあ、ちょっとこれはダメだというふうに思ったわけなんですよ。これ昨日の夜7時ぐらいです。で、もうちょっと詳しくこのモズのデータを調べてみたら、まあ、もしかして今見ていた人の中では気づいた人もいるかもわからないんですけれど、これ、まあ、少なくとも1頭は連帯してると言いましたけれど、これって、ほぼ勝ってますよね。はい。まあ、ちょっとね、全画面で出していますけれど、なんと芝のレース全19回のうち、17回が、なんと2着じゃなくて、勝ってるんですよね。ですので、まあ、これ思い切って、単勝で勝負してもいいんではないかと、いうふうに思えたわけなんですよ。はい。で、まあ、ちょっと画面戻しましたけれど、今回の該当馬はこちらの7頭ですよね。で、まあ、単勝の想定オッズをこちらに出してみますけれど、
結構買い人気の馬が、まあ、今回該当しているということもありまして、これ単勝全買いしてもガミルっていうパターンがダノンスマッシュが勝った時だけなんですよね。なのでちょっとこうします。ダノンスマッシュは、ロードカノラ3区で外国人ジョッキーしか勝てないという前頭診断の動画で話した内容を全面的に採用いたしまして、ダノンスマッシュを僕今回切ります。でもうちょっと具体的な話なんですけれど、このダノンスマッシュを除いた6頭の全ての単勝を1000円ずつ買います。するともし当たれば、ライトオン級が勝利した場合は、まあ、大体7倍ぐらいつくということになっていますので、まあ1000円くらいの儲けになるのかな。まあランチ代ぐらいは稼げそうですよね。でもしこれがじゃあ大名富士が勝つようなことになれば、230倍40倍ぐらいはつきそうなので、まあ、約23万くらいの儲けが出ると、そういう買い方になっています。で僕はですね、もうこれでズバリ勝負しようかなって思っています。単勝6点買いっていうことですね。どうでしょうか。まあちょっとね、褒められた予想ではないかもしれませんけれど、まあストームバードがかなりの高確率で来てるということを見抜けたこと、そして今回に限っては1点削るだけでガミらないという状況に気づけたこと、ここに僕は、まあ、競馬研究家としての誇りを持って、ここにのみ全てをかけていきたいなって今回思っています。はい。どうですかね、あの外れるわけないと思ってるんだけどな、正直。あのまずモズスーパーフレアが出るときは23回中20回がストームバードの血を持った馬が勝ってるんですよね。つまり23分の20ですよ。外れくじが3つしか入っていないくじ引きをやるような感覚ですよね。いや外れる気がしないんだけどな、フラグかな。でもう勘もここだけなので、あとはもうお楽しみ会ですよ、お楽しみ企画ですよ。1000円の当たり券を引いちゃうのか、はたまた20万の当たり券を引けるのかと、そういうことですよね。めちゃくちゃラッキーなお祭りだって思ってます。楽しそうでしょ。僕はこれで今年はもう楽しんでいきたいなって思っています。はい、ということなので、まあモズスーパーフレアの法則と、そして今年は買い人気ばかりが該当するという今年の穴を見つけた僕の勝利と、そこで僕の勝ちは決まっていたんだということで、あとはですね、僕は神といつも通り勝負していきたいなと思っています。もう神ができることは23分の20で外れくじを僕に引かせることか、はたまたダノンスマッシュを勝たせるかっていうね、ことしかできませんからね。さあどうする神よ、見てんだろおい、今回も俺の勝ちで決まりだな。20万、大名富士待ってるぞ。はい、ということで今年の高松の宮記念は、まあ、特に印はなくって、こういった買い目で今のところは勝負したいと考えております。また正確な買い目の方は、まあ、多分買えないと思いますけれど、当日10分前までには Twitter の方で報告しますので、興味がある方はぜひ概要欄のリンクから僕の Twitter をフォローしてチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。まあ当日は雨ですし、まあ今年はすごい荒れてる中京ですし、もう全然穴馬が飛び込んでくる可能性は十分にあって、でまあストームバードの一族ととても相性のいい高松の宮記念ですから、もう全然あると思うんですよね。はい、てな感じで僕は結論付けました。ぜひ皆様も当日はテレビの前でこの6頭を追ってみてください。ということで